や、集まっているね、落ちこぼれの諸君。ん？いや、どうも遅れている子もいるみたいだね。時間は厳守してくれないと困るな。僕も決して暇じゃないんだよ。ま、だからこその問題児ということかな。おっとっと、怖い顔をしてないでほしいな。仲良く談笑しているのを邪魔した上、ろくでもないお知らせを持ってきた僕には愛想を良くする気にもならないかもしれないけれど、最初に言っておくよ、僕は君たちの敵じゃない。なんだろう、奇妙な感じがするよ。最初は何か恐ろしい魔物でも侵入してきたのかと思ったのに、こうして対峙してみると全く脅威を感じない。強いのか弱いのかよくわからない人物だ。いや、まがまがしい気配は目の前のこの人じゃなくて他の場所から放たれているような。どこだろう、天井かな。天井裏に誰かが潜んでいるようですな。君もおかしな気配を感じるのか。風早さんだったか。辰巳で構いませんよ。ええ、恥ずかしがり屋さんなんでしょうか。ずっと息を殺して隠れているようですけど、職務上見えざるものを感知するのは得意なもので。ちょっと二人とも、なんで天井を見上げて二人でボソボソ話してるの。失礼でしょ。この人を誰だと思ってるわけ。本物だ、本物の天井員エイジ。構わないよ、自由にしていてほしいな。君たちを縛るものはこの地上には存在しない。個人的にもなるべく君たちを束縛したくないしね。僕はアイドルを愛しているんだ。もちろん君もね、白鳥アイラ君。俺のことをご存知なんですか。光栄です。うむ、アイラ、その顔色の悪い人と知り合いなのか。友達なら僕にも紹介してほしいよ。友達の友達は友達だ。いやいや、友達なんて恐れ多い。この人はね、 PS におけるトップアイドルの一人、フィーネの天正院エイジさん。現時点で PS の頂点に座する新進気鋭の事務所、スタプロの代表っていうか経営者みたいな感じで、同時に世界でも有数の大富豪、天正院財閥の跡取り息子でもあって、まあ要素が多すぎて端的に説明しきれない。5分ちょうだい、まとめるから。俺にもっとちゃんとプレゼンさせて。っていうか、この人は近頃テレビとかにもどんどん露出して、一気に全世界的な有名人になってるはずなのに、むしろなんでヒロ君は知らないの。うむ、無知なのは自覚しているし、それを恥じてもいるよ。田舎には情報が届くのが遅いんだ。というのは言い訳にもならないかな。どうも早くも仲良くなってるみたいだね。結構結構、結束は力を。人類が群れで生きる動物である以上、いつの時代も数こそが最大の暴力だ。少年漫画のように何でもかんでも友情パワーで解決はできないけどね。ええ、我らが主も友愛の尊さを説いておられます。いや、風早君とは初めましてじゃないね。君が復帰してきてくれて嬉しいよ。もう体調は大丈夫なのかい。ええ、ご無沙汰しておりますな、エイチさん。俺の場合、病気ではなく怪我で入院していたので、体調はずっと良好ですよ。風早先輩、あの天正院エイチともお知り合いなんですね。
たまたま同じところに入院していたことがあるだけだよ。僕は生まれつき病弱でね。ただ巡り合わせが悪くて、アイドルとして一緒に活動したことはないね。だからこそ、囁かれている風早辰巳の伝説的な業績も、黎明学園における革命の物語も、どこまで実話だかはわからない。一目見てただものではないと感じたけどね。いえいえ、どうもあれこれと誇張されて噂されているようですが、話半分に聞いてほしいものですな。俺はご覧の通りの素朴な人間です。それよりも申し訳ないんですが、空いている席に座ってもよいでしょうか。情けない話ですが、未だ病み上がりなので己を気遣いたいのです。ずっと立っているとどうも足がうずいてしまって。わあ、むしろお気遣いができなくてすみません。どうぞどうぞ、風早先輩、椅子を引きますのでどうぞ腰掛けて。わっ、にゃー、こけた。大丈夫か、アイラ。落ち着くといいよ。どうしたんだ、さっきから挙動不審だけど。むしろなんでヒロ君はそんなに落ち着いてるの。黎明学園と夢の先学院の革命児の揃い踏みだよ。ファン垂涎の構図なのに。